羽生結弦、紅白審査員としてのテレビ出演から垣間見える新たな魅力。2022年12月21日、日本のフィギュアスケートのスーパースター、羽生結弦さんが、大晦日の第73回 NHK 紅白歌合戦にゲスト審査員として出演することが発表されました。これは、フィギュアスケート以外の舞台でもその魅力を発揮する絶好の機会と言えるでしょう。 ハブさんはフィギュアスケート界での成功だけでなく、テレビ業界でも頻繁に活動しており、ファンにとっては嬉しい驚きとなりました。ハニューゆずる、スポーツ界のスーパースター。ハニューゆずるさんは、フィギュアスケート界において、その名前を知らない人はいないほどの成功を収めています。彼は数々のメダルを獲得し、特に2018年の平イオリンピックでの金メダル獲得は多くの人に感動を与えました。しかし、 2022年2月の北京冬季オリンピックを最後に競技からプロ転校することを発表し、フィギュアスケートの競技者としてのキャリアに幕を閉じました。この決定については多くのファンが驚き、一部はもう彼の演技が見られないのかと悲しむ声も上がりました。しかし、その後、ハブさんは新たな道を切り開くことを決意し、その魅力を広く世界に伝える活動を始めました。紅白審査員としての出演は、 その第一歩と言えるでしょう。紅白審査員としての羽生結弦、る。生結弦るさんが第73回 NHK 紅白歌合戦にゲスト審査員として招かれたのは2015年以来7年ぶりのことでした。この発表に対してファンからは大きな興奮の声が上がり、SNS 上では全部録画しなきゃといった投稿が見られました。これはフィギュアスケートファンだけでなく、 一般のテレビ視聴者にとっても注目すべき瞬間と言えるでしょう。また、紅白審査員としての出演だけでなく、その前後にも羽生ゆずるさんのテレビ出演が続々と予定されています。例えば、28日には情報番組、ニュースエブリー、日本テレビ系に年末スペシャルゲストとして生出演し、その後も多くのテレビ番組で彼の姿を見ることができるでしょう。テレビ出演ラッシュ。 年末年始、テレビに引っ張りだことなる羽生ゆずさん。紅白審査員としての出演はもちろんのこと、彼は他の番組にも多数出演予定です。クリスマスの25日には、サンドウィッチマンのスポーツ年一、チルダ大谷翔平羽生ゆずる &2022 年名シーン、総決算 SP、TBS 系に出演します。この番組では、羽生ゆずさんへの独占インタビューや、 スケート以外に一番聞かれた質問についての独自調査が行われ、彼自身がランキングを予想するという面白い企画も用意されています。29日には、S、パークプレゼンツー日本全国1000人分の1位、スポーツ今年の顔は誰フジテレビ系に登場し、体操の内村公平選手とのスペシャル対談が行われる予定です。このようなスポーツ関連の番組に出演することで、 羽生結弦さんは自身の経験や視点からスポーツについて語る機会を得て、ファンに新たな情報や感動を提供するでしょう。年が明けて元日には、羽生結弦スペシャル特番、CS テレ朝チャンネル1で関連番組の一挙放送が行われ、その後も様々な番組に出演する予定です。さらに、ラジオ番組など、テレビ以外のメディアでも羽生結弦さんの声や姿が聞かれ、見られることでしょう。 新たな魅力を発揮するチャンス。羽生ゆずれさんのテレビ出演ラッシュは、彼がフィギュアスケート競技者からプロとして新たなキャリアを築く一環として非常に重要なものです。フィギュアスケートの世界での成功を通じて培ったスキルや経験を、テレビ番組や対談を通じて広く共有することで、彼のファンは彼の新たな側面や考えを垣間見る機会を得ることができます。特に、スポーツ関連の番組に出演することで、 彼は競技者としての視点からスポーツについて語り、スポーツファンに新たな情報や視点を提供するでしょう。また、紅白審査員としての出演は、音楽という異なる分野での評価と判断能力を発揮する場でもあります。これにより、彼の幅広い知識や感性がさらに活かされるでしょう。新たなステージで輝く羽生譲る。羽生譲るさんは、フィギュアスケート競技者としての成功に加えて、 テレビ業界でもその魅力を発揮し続けています。紅白審査員としての出演は、その最新のステップであり、ファンにとっては待ちに待った瞬間と言えるでしょう。彼のテレビ出演ラッシュは、フィギュアスケート以外の分野での新たな冒険を意味し、その魅力がさらに多くの人に伝わるでしょう。彼の専念が新たな舞台に広がることで、我々は彼の新たな魅力や視点を発見し、共に楽しむことができるでしょう。 紅白審査員としての出演は、彼のキャリアにおける新たな成功の扉を開くものと言えるでしょう。彼がどのようにテレビ業界での新たな冒険を進化させるのか、今後の展開が非常に楽しみです。今後の